くよです。葵だぜ。そういえばつくよは宝くじが当たったら世界を旅行したいって言ってたよな。うん、それが人生最大の目標だしね。でも適当に旅行したら大変なことになっちゃうかもしれないぜ。何それどういう意味よ。世界には行ってはいけないと言われてる危険な国もあるってことだ。ああなるほど。それはぜひとも知っておきたいところだわ。まあ宝くじが当たる日なんて一生来ないと思うが。当たってる人が実際いるわけだし。私もいつか当たるに決まってる。どんだけポジティブなのさ。まあいいや、それじゃ今回はつくよの夢のためにそんな危険な国をいくつか教えちゃうぜ。ってことでまずは中央アジアと南アジアの間に位置するアフガニスタンだ。アフガニスタンは首都がカブールで人口4000万人ほどの多民族国家であり、パシュトゥン人、ウズベク人、タジク人、ハザラ人などが暮らしている。なるほどアフガニスタンか。ニュースとかでよく聞くし確かに治安が悪いってイメージはあるよ。世界で最も貧しい国の一つとされてるしな。でもかつては治安が悪くなく旅行目的の人もたくさん訪れるような国だったんだぜ。へえそうなんだ。確か内戦みたいなやつが続いてるんだっけ。そう、だから日本の外務省はアフガニスタンに行ったらダメって言ってるほか、アフガニスタン国内にいる日本人には今すぐ帰ってこいと退避勧告まで出している。つまりそれだけ危険な国だとされていて、アフガニスタンは現在も誘拐や強盗、爆破や銃撃といったことが頻発してるんだ。内戦って誰と誰が戦ってるわけ？現状はアフガニスタン政府と過激組織のタリバンが戦ってる感じだぜ。あーあのタリバンか。これは絶対行ったらダメなやつだね。ちなみにアフガニスタンは日本から1万キロぐらい離れた場所にあって、東京から飛行機で向かう場合ドバイ経由で12時間ぐらいかかります。いやだから行ったらダメなんでしょ。そんな説明しなくていいから。でも首都のカブールや仏教遺跡もあるバーミヤンなどの地域は割と治安が保たれていて、欧米の国なんかはその地域であれば旅行していいと認めていたりもする。ただ爆破やロケット弾による攻撃はしょっちゅう起きてるらしい。全然ダメじゃん。あと反政府勢力であるタリバンは外国人を敵視してるから、つくよもアフガニスタンに入国したら常に周りを警戒しないとダメだぜ。こんな話を聞いていくわけないでしょ。ちなみにアフガニスタンは内戦による避難民の増加、継続する干ばつ、公共サービスの崩壊で経済が危機的状況になっていて、2500万人が仕事もなく貧困に陥りそのうち半数近くが飢餓に直面してるという。だから国の平均寿命が47歳であると発表されてもいる。人間50年、織田信長の言葉を思い出しちゃうわね。まさに戦国時代の状況になってるわけで。アフガニスタンは世界平和度指数ランキングってやつで8年連続最下位にもなってるんだぜ。何それぶっちぎりじゃないですか。あのウクライナより危険な国だとされたわけ？そうだ。逆に安全な国で言うとアイスランドが16年連続1位をキープしてて、他にはノルウェー、フィンランド、デンマークなど北欧の国が上位を占めている。ほほう。それじゃ北欧から旅行しようかな。アフガニスタン経由でか？なんでさっきからちょいちょいアフガニスタンに行かせようとするのよ。冗談冗談。っていうかアフガニスタンはどうしてそんな危険でめちゃくちゃな状況になっちゃったわけ？それは1978年にアフガニスタン人民民主党による共産政権が成立した後、反政府組織が各地で誕生したのがきっかけとなる。そしてそれがアフガニスタン紛争へつながり1979年にソ連軍が軍事介入すると、社会主義の思想である毛沢東主義を掲げるムジャーヒディーンという組織などがソ連に対抗し、その50年にわたって紛争が続いた結果ソ連側が1万4000人以上、アフガニスタン側が3万人近くの犠牲者を出すことになったんだ。それはソ連が撤退するまで続いたってこと？そうだぜ。でもソ連が撤退した後もアフガニスタンの国内では内戦状態が続くことになって、そんな中タリバンやアルカイダといった原理主義過激派組織が誕生しタリバンが国の政権を握るようになる。そして2001年にそのタリバン政権が崩壊し新たな政府が樹立されるが、その後もインフラ不足や経済の混乱は続き、2021年になると今度は政府が崩壊しタリバンがまた政権を掌握することになったんだ。なんで政府は崩壊しちゃったのよ。国内に駐留してたアメリカ軍が撤退したのをきっかけに崩壊したんだぜ。今がチャンスってタリバンが動いたってこと？そうだ。アメリカ軍が撤退した後タリバンは地方都市や首都のカブールへ侵攻を開始し制圧したんだぜ。つまりそのタイミングでタリバンが復権を果たしたわけだが、その後は失業者の増加や物価の高騰などによって経済もどんどん悪化し、数十万人規模の国内避難民が発生するなど混乱した状況が続いてるんだ。それで治安もめちゃくちゃになってると。だな。
反タリバン勢力とタリバンによる戦闘がしょっちゅう発生してて、強盗や誘拐といった犯罪行為もそこら中で起きてるらしい。2021年にはカブール国際空港の近くでアメリカ兵士13人を含む170人以上が命を落とした爆破事件が起き、その後も数十人の市民が犠牲となる爆破事件が病院などで次々と発生したんだが、それらは反タリバンの過激組織である ISKP による犯行だったという。なるほど。タリバンを敵対視する過激組織も存在してるわけね。あとタリバン政権は音楽を聴いちゃダメ、女性は顔をベールで隠さないとダメ、といった厳しいルールを国民に強要してて、それらは国際社会から人権侵害であると非難されてもいる。え、音楽を聴くのもダメなの？だから国内にあった音楽学校とかも次々と閉鎖を追い込まれたんだぜ。うわぁ、あとその顔を隠すって頭から服をかぶってるみたいなやつのことだよね。服用はパーカーのフードをいつもかぶってるしちょうどいいかもだ。そのままベールをつければバッチリね。ていきませんから、シャレにならないでしょ。ああ、全然シャレにならない。日本人の被害事例で言うと、2008年に援助関係者が誘拐され命を奪われる。2010年にジャーナリストが誘拐され5ヶ月後に解放される。2019年に援助関係者が銃撃され命を奪われるといった事件も発生してるしな。やっぱり噂通り危険な国なんだね。それじゃお次の危険な国は南米大陸の北部に位置するベネズエラだ。ベネズエラは首都がカラカス、人口が2800万人ほどで世界最大の原油埋蔵量を持つ国としても知られている。え、ベネズエラって危険な国だったの？ああ、南米で最も危険な国だとされていて、2015年には人の命を奪う事件の発生件数において世界3位にもなってるんだぜ。だから日本の外務省はなるべく言っちゃダメな国、つまり不要な渡航はしないよう勧告してて、特に首都やその周辺地域、コロンビアとの国境地帯が危険だとされてるんだ。危険ってどう危険なのよ。誘拐や強盗など凶悪犯罪がしょっちゅう発生してるほか、国家警察特殊部隊が犯罪集団や反政府支持者を激しく取り締まっていたりで、とにかく治安がめちゃくちゃ悪いらしい。首都にある空港でさえ治安が悪く、空港の中にある通路で強盗が多発しちゃってるぐらいなんだぜ。つまり到着した瞬間から犯罪に巻き込まれる可能性があると。そう、それで空港から無事にタクシーに乗れたとしてもタクシー運転手から強盗を受ける可能性もあるという。さらにまともなタクシーに乗れた場合であっても空港から街まで行くのに山を越える必要があり、その道中で犯罪グループに襲われ金品を奪われたりもするようだ。いやいや怖すぎるって。そんな危険をかいくぐり街まで無事に到着しても外国人の観光客は格好のターゲットとなり、その辺に置いた荷物なんかは一瞬で盗まれちゃうらしい。警察は何やってるのって話じゃん。そう思うよな。でも警察官が犯罪に関与してたりもする。嘘でしょ。あと政府系の武装組織であるコレクティボと呼ばれる民兵が街中にもいて、その人たちは銃やナイフを持って暴力的な活動をしてるんだけど、一般人に紛れているから見た目だけで判断するのは難しいという。政府系の武装組織って言葉がすでに意味不明なんですが、つまりベネズエラは政治が安定してない状態であり、犯罪のほか反政府デモも各地で起こっていたりで治安が悪くなってるようだ。それじゃ経済も破綻しちゃってる感じなの？そうだぜ。ベネズエラは南米で最も貧しい国だとされていて、ある調査では食べ物に困ってる極貧層の割合が2021年に 76% を超えたという結果も出ている。それはつまり国民の4人に3人が極度の貧困状態になっているということで、そんな極貧層も含め貧困の中生活してる人が 94% を超えてるそうだ。ひどすぎる。なんでそんな感じになっちゃったわけ？最初に言ったようにベネズエラは世界最大の原油埋蔵量を持つ国であり、お国の経済を石油の輸出に頼り切っていた結果、国際的な石油価格の下落によって経済が大打撃を受けハイパーインフレを起こしたんだぜ。それはいわゆる通貨価値の切り下げってやつで、2021年に6桁の切り下げが行われたんだ。6桁ってことは、日本円で言うと100万円がいきなり1円の価値になったということだぜ。いやいやいや、そんなのどうにもならないじゃん。ああ、どうにもならない。だから 94% 以上の人が突然食べるものにも困ってしまう状況となる。そうなると当然経済状況はめちゃくちゃになってしまうわけで、それと同時に治安も悪化し、食料や医薬品、生活用品などが不足するほか、インフラも崩壊し各地で停電や断水が頻発するようになったんだ。それで反政府デモも各地で起きるようになると。そう、2019年にはデモの件数が1万7000件ぐらい発生してて、そういったデモを鎮圧するため、
政府系の武装組織であるコレクティーボが武力行使を行い、多くの市民が命を落としている。そんな感じでベネズエラ国内はめちゃくちゃな状況が続いてたから、その頃には400万人もの国民が難民として周辺国へ逃亡してたんだぜ。その人数ってどんどん増えてるのかしら。2023年には700万人を超えてたらしい。人口2800万人の国でその人数ってとんでもないことになってるじゃない。どれだけひどい状況なのかよくわかるよな。ただ2022年にはデモの発生件数が1万件を下回り、今ではインフラ整備の向上を訴えたりと平和的なデモ内容が増えてるそうだ。1万件でも十分ひどい状況だと思うけどな。その一方、犯罪件数においては2016年をピークに減少傾向を見せていたが、経済状況が徐々に回復してきたことで2022年から増加傾向に転じているという。だから治安の悪さは今でも健在であり、ベネズエラに行ったら観光客だとバレないようにする、持ち物から目を離さないようにする、夜間に外出しない、警察官にも注意するといった心がけが必要になるぜ。だから最後よ最後、警察官に注意するなんて聞いたことないんだけど。そしてベネズエラの現状をよく知る人がこう話してもいる。旅行へ行った際はホテルの部屋を出た瞬間から危険だと思ってください。それってどんな旅行なのよ。それじゃまだまだ行くぜ。お次の危険な国は中央アメリカの中部に位置するエルサルバドルだ。エルサルバドルは首都がサンサルバドル、人口が650万人でコーヒーの産地であることや、中南米の中で最も面積が狭く人口密度が高い国として知られているぜ。あ、名前は聞いたことあるかも。中央アメリカにある国だったのね。そんなエルサルバドルは世界遺産になってるマヤの遺跡があったりと観光客がたくさん訪れる国でもあるが、その一方で100人に1人がギャングであり治安の悪さが有名だったりもする。だから観光客が強盗の被害に遭うことも多く、2015年にはおよそ6600件も人の命を奪う事件が発生してるんだ。それはとんでもない数字なんだよね。ああ、世界最悪レベルだぜ。それほど治安が悪くなった原因は1980年からおよそ20年にわたり内戦が続いていたからで。そんな状況の中多くの国民がアメリカへ移住すると、若者たちが移住先のアメリカでギャングをやるようになり、そんな若者たちが1990年代にエルサルバドルへ強制送還されることになる。つまりその若者たちがアメリカに存在するギャングの文化を母国へ持ち帰る形となり、そのままエルサルバドルでギャングが急増することになったんだぜ。それで犯罪件数も一気に急増したと。そう、街中では昼夜問わず犯罪が多発するようになり、外国人の観光客も強盗や窃盗といった犯罪に巻き込まれるようになる。それには内戦で使用されてた大量の武器が国内にあったことも影響してて、中でもマラスというギャングが住民からみかじめ料を徴収したり、軍や警察の人間を監視するような状況になっていたという。何よそれ、まさか政府よりギャングの方が権力を持ってたってこと？みたいだな。警察はギャングを刑務所へ入れることもあったが、そこにはギャングのためにゲーム機が用意されていたりで、刑務所の監視たちもギャングに支配されてるような状況だったらしい。うわぁ、そんな漫画みたいな話が本当にあるんだねー。つまり実質的な国の実権はギャングのマラスが握っていたということで、そんな状況に対し政府が2016年から大マラス特別措置を推し進めた結果、犯罪の発生件数は減少傾向となり、2019年に37歳の若さで就任したブケレ大統領によって、ギャングに対する取り締まりがさらに強化されたんだぜ。ほほう、でもギャングの方も黙ってなかったんじゃ？だな。そんな動きを受け2022年にギャング側は1日で62人もの命を奪う事件を起こしている。それで政府側は例外措置体制、つまり憲法とかをぶっちぎって、逮捕状なしでギャングのメンバーたちを7万5000人ぐらい拘束したんだ。お、多すぎる。っていうかそんな人数を刑務所に収容できるわけ？そう思うでしょ。だからブケレ大統領は4万人を収容できる刑務所を新たに建設し、その後に拘束したギャングたちの様子を映した映像を公開してもいた。何これ、すごい光景じゃない。徹底的にやるという意思を感じるわね。そんな強硬的な姿勢でギャングの掃討に取り掛かった結果、エルサルバドルの治安は劇的に改善され、ブケレ大統領はギャングから実権を取り戻したと国民から圧倒的に支持されることになる。治安の回復は数字を見ても明らかで、ブケレ大統領が就任する前となる2018年は、人の命を奪う事件が3300件以上発生してたのに、その後年間154件にまで減少したんだぜ。すご、めちゃくちゃ減ってるじゃん。それは人口10万人あたりの件数で言うとアメリカよりも少なく、南北アメリカ大陸の中でカナダに次いで2番目に低い数字となったんだ。
世界で最も治安の悪い国とまで言われていたのにそこまで治安が回復したから。同じく治安のよろしくない中南米の各国がブケレ大統領を称賛し、ブケレも出ると称し同じような治安対策の導入を検討する動きとなったんだぜ。これは救いのある話って感じね。ギャングによる犯罪が横行してる国はたくさんあるんだろうし、この治安を圧倒的に改善させた結果に勇気づけられた国も多かったってことだろうな。それでもうエルサルバドルは安心して旅行もできるようになってるのかしら。まあ完全に安全だとは言い切れないだろうが、エルサルバドルへ行った人は治安の悪さなんて全く感じなかったと話してたようだぜ。私は全然知らなかったけど、そのブケレ大統領ってただもんじゃないわね。しかも若くてイケメンだし、素晴らしいと思います。イケメンは余計なんじゃ？雰囲気よ雰囲気。それって大事だと思うんです。まあ確かにいい人そうに見えるかも。今後の活躍にも期待だわ。それじゃあ次に紹介する危険な国はイエメン共和国だ。イケメン共和国？どんな国だよそれ。今すぐそこに移住したいんだが、イエメンだよイエメン。あら失礼。イエメンはアラビア半島の南部にあり、首都がサナア。人口が3000万人ほどで国土のほとんどが砂漠となってる国だぜ。ふむふむ。そんなイエメンでは現在も内戦状態が続いており、日本の外務省は行っちゃダメ、もし行ってるならすぐに帰ってこいと退避勧告を出している。つまりそれだけ危険な国ということで、イエメンは無政府状態となっている地域が多く、戦闘員がそこら中で 100% 状態になってるという。北斗の拳の世界になってると。さすがに肩パッドはつけてないと思うが。葵さん真面目にやってください。失礼。それで内戦がスタートしたのは2015年のことで、それはサウジアラビアを中心としたアラブ連合軍を後ろ盾とする政府側と、イランの支援を受ける反政府勢力であるフーシ派によって引き起こされたものだった。だからイエメンの内戦はサウジアラビアとイランの代理戦争とも呼ばれ、複雑な紛争だと言われている。簡単に言うと内戦のきっかけは反政府運動だったと。ああ、そういうことだぜ。それでそんな内戦によってこれまで37万人もの人が命を落としているとされていて、それと同時にイエメン国内の治安は最悪なものとなっており、戦闘のほか過激組織による誘拐事件などもたくさん発生しているという。内戦状態が続いてるなんて危険な国ってレベルじゃないわよね。だな。そんな状況だから貧困や食糧危機の規模がどんどん拡大してて、2021年には人口の 66% に当たる2000万人以上の人が食べ物などの支援を必要としており、そのうちの半数以上が18歳未満の子供たちであると発表されている。だからイエメンでは10分に1人のペースで子供が命を落としてるそうだ。戦争って政治と関係ない人たちが絶対犠牲になるし、ほんとひどすぎる話だわ。月にでも行って勝手に戦ってくださいって思うぜ。いやほんとに。それで現在イエメンはアラブに存在する最貧国の一つであるとされていて、紛争の激化によって石油やガスの収入が激減すると、お国としての財政は著しく悪化し、公務員や医療関係者に対する給与未払いも続いているという。つまり内戦が全ての元凶になってると。そう、内戦によって国民の3分の2が食料不足に直面してて、その人道危機は世界最悪の状況だと言われている。そして国民の多くが内戦から逃れるため国内で避難生活を余儀なくされ、今ではその国内避難民の人数が400万人を超えてるそうだ。とんでもない人数じゃない。そんな状況にもかかわらずイエメンに対する国際的な関心は薄れており、避難民の人たちへ支援などが行き届いてないという。だから避難民の人たちからこんな声も上がっている。世界はイエメンに無関心です。ウクライナのように戦争で苦しんでるのはイエメンも同じなんです。国連の援助物資が届くのは3ヶ月から4ヶ月に一度だけです。だからレストランの残飯などで食いつないでいます。この暮らしに疲れました。何の助けもありません。ちょっともう何も言葉が出てこないよ。内戦をずっと取材してた人が、イエメンで何が起きているのか、国際社会はこの内戦を忘れてはいけません、とも言ってたしな。ただ2022年に期間限定の停戦合意がされたり、2023年にサウジアラビアとイランが外交関係を正常化するなどし、内戦の終結へ向け少しずつ状況は良くなってるそうだ。それは政府側とフーシ派を支援してた国同士の関係が良くなったということね。だな。ただ避難民の話も含めイエメン国内の混乱は今でも続いてて、2024年の1月と2月にフーシ派の拠点がアメリカとイギリスから空爆されてもいる。え、そんなこと起きてたの？っていうか何があったわけ？フーシ派はイスラム組織のハマスとつながりを持ってるから、2023年の11月からイスラエル関連の民間船舶に攻撃を続けていて、
それを受けアメリカとイギリスがフーシ派の拠点38カ所を攻撃したんだぜ。うわぁ、それじゃ国内は全然落ち着いてないわけね。過激組織が大国まで相手にしちゃってるわけだしな。だからイエメンも含め中東の緊張状態は今後も続くだろうと言われている。っていうか宗教色の強い国っていつも争ってるイメージがあるんだけど。詳しくないから何とも言えないが、争いの原因が根深いものであることは間違いないんじゃないかな。シンプルに平和が一番だってならないのかしら。そうは簡単にいかないってやつかもだ。なんだかなぁ。それじゃラストはアフリカ大陸の最南端に位置する南アフリカ共和国だ。南アフリカは人口が6000万人ほどで、テーブルマウンテンやボルダーズビーチといった観光スポットもたくさんある国だぜ。南アフリカといえば2010年にサッカーの日本代表がワールドカップで活躍した場所よね。もう14年も前になるのか。そこに震えるぜ。いや本当に、昨日のことのように思い出せるんですが。そして南アフリカの特徴は首都が3つもあることだ。え、そうだったの？ブルームフォンテインが司法、ケープタウンが立法、プレトリアが行政と、3つの都市が役割を分担し首都として機能してるんだぜ。なんで分担したわけ？一つの都市に権力が集中しないようにと考えられた結果らしい。ほほう。それでそんな南アフリカは失業率が 30% を超えていたりで貧富の格差が社会問題となっており、暴力、強盗、スリ、車上荒らしといった犯罪が蔓延しているという。特に都市部や貧困層の住む地域では人が命を奪われる事件や窃盗事件がしょっちゅう発生してるらしい。都市部って例えばどこになるの？特に犯罪が多く発生してるのは、南アフリカ最大の都市であるヨハネスブルグのほかケープタウンやダーバンといった都市だという。ああ、ヨハネスブルグってめちゃくちゃ危険って聞いたことあるかも。世界で最も危険な都市だと言われてるしな。ヨハネスブルグの中心地であるヒルブローという地域ではスリや強盗が頻繁に発生してて、貧困層の住むアレクサンドラという地域は絶対近づくなって言われてるようだ。他の二つはどんな感じなの？ケープタウンは海外からもたくさん観光客が訪れる場所だが、観光スポットやクイーンズタウンという地域の治安は悪く、スリや強盗といった被害が多発しているという。あとニャンザという地域は南アフリカで最も危険な場所とも言われている。そんなケープタウンは夜にで歩くと危険だとされてるから、街で仕事をやってる人たちも夕方になるとみんな一斉に車で帰宅するんだそうだ。だから毎日夕方になると道路が大渋滞になるらしいぜ。何それよっぽどじゃん。そしてダーバンはウェストビルやチャッツワースという地域が危険であり、観光客は絶対近づいちゃダメで夜に外出するなんてもってのほかだという。それじゃ南アフリカって観光客が多いのかしら。そうだぜ。年間1000万人近くの人が海外から南アフリカを訪れているそうだ。だからまあ普通に行けるけどめちゃくちゃ危険な国ってことで、観光客は特にスリや強盗に気をつけましょうと言われている。と言いますと？まず貴重品は肌身離さず身につけなるべく現金は持ち歩かないことだ。南アフリカでは公共の場であっても周りに注意を向ける必要があり、食事中に知らない人から声をかけられたらスリの被害に遭う可能性があるから要注意だという。そんなの日常茶飯事だと。みたいだな。続いて一人で外を移動するのはアウトであり、徒歩でも車でも複数人で移動しないと危険だとされている。都市部の路上であっても、いきなり銃を突きつけられ現金を要求される、みたいな事件が日常的に発生してるそうだ。それは日中でもそんな感じなの？らしいぜ。あと警察官を装い現金を要求してくる事件なんかもよく発生してるという。さっきもそんな話ありましたよね？めちゃくちゃ怖いんですけど。他には時計や宝石などは身につけない、ATM で現金を引き出さない、といった心がけも必要だと言われている。何それ ATM でお金を引き出した瞬間に襲われるってこと？だな。そんな被害に遭ってる日本人もこれまでたくさんいるらしい。だからつくよも南アフリカに行ったら ATM で現金を引き出さない。貴重品の入ったバッグは体の前か脇に挟んでしっかり持つ。レストランとかで食事してる時もバッグを腕にかける、といったことをちゃんとやらないとダメだぜ。そんなのもうホテルの部屋から出れなくなりそうなんだけど。ホテルの部屋だって危険だぜ。寝てる間に強盗が入ってくるのも当たり前らしい。どんだけなのよ。っていうかなんでそんなに治安が悪いわけ？犯罪組織の存在などその理由は様々だが、一番の要因はさっき言ったように失業率が 30% を超えていたりと貧富の格差だと言われている。つまり貧しい人たちがスリや強盗といった犯罪行為に手を染める傾向があり、それが犯罪組織の存在にもつながってるようだ。ちなみに南アフリカでは命を奪われる事件の発生率が10万人あたり35件ぐらいになるらしいぜ。
それって冷静に考えるとすごい数字よね。客席が満員になってる東京ドームを2つ用意します。そしてその観客の中で少なくとも35人以上が犯罪者に命を奪われる計算となります。やばすぎる。そんで日本はその数字が10万人あたり 0.2 件ぐらいです。日本に生まれてよかった。あと南アフリカはインフラ関連の整備がしっかりされておらず停電や断水なども頻繁に発生してるという。だから毎日のように計画停電がされてて1日12時間も停電が続くなんてこともしょっちゅうあり。ショッピングモールや学校といった施設のほか自宅に発電機があるのも普通らしいぜ。へえ、そうなんだ。南アフリカって都会なイメージがあったからちょっと意外かも。でもこの後アマゾンで発電機をポチっちゃうんでしょ？この流れでポチるわけないでしょ。はい、というわけで今回は行かない方がいい危険な国をいくつか紹介してみたぜ。どうだつくよ、ちょっとは参考になったか？ふむ、おかげさまで。っていうか葵はなんでちょいちょい私に行かせようとするのよ。いやだってほら、せっかくだし現地調査してほしいなってね。ってね、じゃないでしょ。こんなに可愛い女子が一人で行ったら危険度マックスになるじゃん。なんか言ったか？いやだからこんなに。さあ歯を食いしばれ。グーはやめてー。まんじゅうみたいな顔してるくせに調子乗るなよ。わかったか。そして安全な日本に生まれたことをご先祖様に感謝しろ。いや確かにほんとそうね。調子に乗ってすみませんでした。それでどうする？やっぱりアフガニスタンから言っとく？やっぱりって何よ。意味わかんないし。ってことで皆さんはつくよに行かせたいおすすめの危険な国ってありますか？よかったらコメントで教えてほしいぜ。葵がサイコパスすぎて腐ってまた言われるわよ。ゾクゾクするぜ。本当に怖いんですが。冗談に決まってるでしょ。つくよを一人で行かせるわけないじゃん。あら素敵。惚れてまうやん。まとめというより雑談が長すぎるけん。はい、終わり。ご視聴ありがとうございました。